ゴンクール賞は、フランスで、最も権威のある、文学賞の一つ。1902年に設立されたアカデミー・ゴンクールにより、その年最も独創的な三文作品に贈られる。フランスの作家エドモンド・ゴンクールが、弟のジュール・ド・ゴンクールと共に築いた財産により、同賞を設立するよう遺言を残し、遺言執行人、アルフォンス・ド・ドーと、レオン・エニックがアカデミー・ゴンクールを設立した。 1903年以降、毎年11月初旬に、アカデミーコンクールの10人の会員によって、パリニ区クにあるレストラン、ドルーアンで、選考、発表が行われる。原則として、受賞は1作家につき1回のみだが、一例だけ例外がある。受賞者や作品は、フランス国外でも親しまれているものも多い。受賞作品はその年のフランス文学を代表する。 作品として捉えられ、その著者の地位や、作品の売れ行きにも大きく影響する権威ある賞で、趣旨としては、若手の新鋭の作家に贈られることになっているが、この限りでないケースも見られる。フランス文学の登竜門的存在として知られる。賞金は10ユーロと小額であるが、これはこの賞の象徴的な重要性を表すもので、ある。1988年に、 高校生のゴンクール賞が新設された。これは、コンクールアカデミーによる、コンクール賞候補作リストをもとに、フランス全国の約2000人の高校生が審査、選出し、発表は、コンクール賞発表の約1週間後に、連ヌ市庁舎で行われる。この他、歴史は、比較的浅いが、コンクール所属小説賞、コンクール短編小説賞、コンクール詩人賞、 コンクール電気賞がある。作家の少女作が詩集などの場合でも最初に発表した長編小説に対して与えられる。短編作品一編に対して与えられる。詩人の全作品に対して与えられる。電気、評伝に対して与えられる。ありがとうございます。